はい、今度はメールでフロントサイドの 5O の説明をしようと思います。まあ 5O のやり方はグランドフラットでやったマニュアルとボックスでやった5O テールマニュアルと一緒で、ちゃんと体の下に、体っていうか右足を軸に板をこう持ってくる。それは乗ってる時の足で乗せに行く時、ただ乗せに行く時はフロントサイドの50とその5O を合わせる感じでボーリーして、ここに体があるとしたら乗る瞬間にこうじゃなくて、これで体をスイッてやんじゃなくてって感じで乗せに行きます。この時のよくある失敗例は、こう角に狙いすぎてヒュイッてすぐ落ちちゃったり、この時に腰が折れてジュルンってなって干されたりするんで、まあそれこそ本当ボックスも一緒なんだけど、折れたりするとつるんっていくから、真上に乗る意識をちゃんとしましょう。まあバックサイドも同様、バックサイドの50にプラスボックスとかフラットでやった5マニュアルを混ぜても5になるんで、まあ、今回映像ではフロントサイドだけだけど、フロントもバックサイドもあるよ的な感じで、はい、まあ、自分の得意な方を見つけてやってみてください。